こんにちは、スポーツアナウンサーのりでけんいちです。自分のプレーをスポーツ中継風に実況しているスプラトゥーン2、上ダメ造船のガチエリアで行ってみましょう。味方はローラーローラーチャージャーブラスター、向こうもローラーローラー、バークーゲルにデュアルスイーパーっていう編成ですね。特殊な感じがしますが、まずは上ダメ造船、この縦のこの長いところでまずは一度にポッと相手裏取りしてますね。これを落としに行きます。どうだ、落とせるか。スポンジがちょっと飛びに来ましたが、2人で挟み撃ち。さあ、ここは2人のローラーでうまく相手を落とすことが成功。そこからゆっくりとエリアを取っていきます。さあ、取ったところで、あーっと、これはデュアルスイーパーだ。あ、クーゲルですか。クーゲルでやられました。いずれにせよ長射程というところがありましたが、まだエリアは確保しているという状況。相手にピンチマークがついている。初動をうまく取ったというところが今回1戦目良かったんじゃないでしょうか。まずはこちら、相手が入ってきたエンドを塗っていきます。カウントストップされましたが、またこの縦のところを使いながら位置を確認する。あー、ちょっとかなりこれ相手に相手る。ここは相打ちだ。かなり、あ、これスプラローラー、この位置からのスプラローラーでした。相手のデュアルキーパーを落としていたんですけれども、スプラローラーにやられていた。さあ、カウントリードがこれで相手に渡ったところで、さあ裏取りという形でいきましょうか。ちょっとエリア狙られている中で、カーリングボムをちょっと手前に投げておいて位置を確認。ここで一気に相手のところ前線スーパーキャッチしてカウントストップ。さあ、前2人、あ、1人飛ばした、2人目は無理だ。ちょっとやはりローラーの横振りではこのデュアルキーパーの機動力には勝てなかったが、残りは3分半。さあ、しかしここはまだカウント確保されてしまっている。前に行くことができないのか。ここで一旦塗りを固めておいて、さあどこにいる、まっすぐ行って、さあ横から来た。これをローラーが落とす、スーパーキャッチをかわしてローラー落とせるかどうか。いや、落とされない、落とされない、逆に落とされた、デュアルスイーパーで。いや、そこはもう落としていないと。そしてブラスターもやられてしまって致命的、もうこれはなすべがない。1戦目これは味方との呼吸合いませんでしたね。いや、しかしあのローラーが落としてくれていれば、ちょっと起死回生ってところあったかもしれませんけれども、いずれにせよこれ前に出られる武器がそれほどなかったでしょうか。スタッツ見てみると、そうですね、相手がやっつけた数が多いといえば多いという感じはあったんですが、何もできなかったガチエリア1戦目。さあ、この反省を糧に2戦目いってみましょう。2戦目、ガンガゼ野外音楽堂のガチエリアです。まあ、高低差あります。そして中央のステージのエリアをどちらが先に取るか。初動は、あ、またこちらローラーが2人いる。そしてオーバーフロッシャーがいて、また第2戦もちょっと特殊な武器が集まった感じもしますが、ただかなりステージをかき回せそうな武器が揃ったという感じではあります。さあ、まず初動はステージを塗ることはちょっと諦めて生き残ることを選択。さあ、ステージを見ると相手のインクでピタピタになっている中、ガチが確保されている。チャージャーが後ろからちょっと行っているのが気になるところ。さあ、ここに相手が入ってきている。さあ、これを落とした。さあ、そしてまたここで広場に行く、ステージに行く、スーパー着地塗り返せない。スプラチャージャー、これ射抜いてきましたよ。いや、これはかなりのチャージャー使いと見ていいんじゃないでしょうか。相手のカウントがどんどん減っていっています。ようやくカウントストップガチエリア確保しました。さあ、こちらのターンでどれだけ詰めることができるか。ちょっとここやっぱりいましたね、相手が。さあ、この相手を牽制しながらどこにいるか、一気にあった戻ります。ちょっとここで潜伏してると辛いものがありますので、一旦塗っておきます。状況を把握しながらステージを見ていく。一旦高台に登ってから、ちょっとやはり塗られているところでスーパーチャッチ、ステージ近くの陣地を確保。やはりチャージャーが効いているが、このチャージャーをかわしながらこのステージを塗っていく、塗っていく、ローラーを引いて、さあまだチャージャーをかわしている中で、どうだ、まだかわせるな、ここで落とされた。一つこの高台にいるチャージャーをどういう形で攻略するかということが第2戦ポイントになってきそうだ。残りは3分半。ただカウント順調に減っています。このターンでカウントリードを奪えると楽な展開になるかもしれませんが、どうでしょうか。カウントストップだ。さあ、このバブルランチャーをこれは割らせたくない、割らせたくはない、決していきたい。その間エリア確保。いやー、これは相打ち、あ、いや相打ちではなかった、ローラーを押し止めていた。さあ、その間にガジラ過去カウントリード。さあ、そしてその一気に前に出て、
さあチャージャー対決、チャージャー対ローダー、あっと相手がイカスピア、イカスピアかわせるか、かわせません、イカスピアに引かれた。まあ、一つこのでもチャージャーを高台から下ろしたというところ時間稼ぎにはなったでしょうか。ただ相手がエリアを確保する、ペナルティのカウントが減っていっている。ただカウントリードを取っていますのでちょっと優位に進めるでしょうかね。さあガチエリア確保しました。またこれ裏を行くようですよ。とにかくチャージャーを牽制している。相手のチャージャーどこだ、今度はどこだ、奥に行ったか、奥に行ったか、その奥を狙っていく、あーっとローラーだ。そしてスーパー着地、ただこのスーパー着地はステージのこのガチエリアから遠いところでした。さあペナルティのカウントも順調に増やしていって、さあ本体のカウントが減っていきます。さあそしてどこから行くか、また裏を取るような動き。さあ本体のカウントが減っている、残り30カウントを切った。さあ冷静に行きましょう。さあチャージャーを狙って、チャージャー狙って、チャージャー縦振り、ここで牽制しながらエリアも塗っていく。ローラーを2人で挟みながら落として、さあここでトーピードの嵐が来るが、スーパーキャッチのゲージ溜まっている。ここはまだ使わなくても大丈夫。チャージャーを牽制し始めた、チャージャーを追い込んでいったあたりから味方のカウントが優位に進んでいきました。やはりこれ誰をマークするか、相手の編成で効いているところを落としにかかるというところが一つ大事かもしれません、まあ、武器の相性というのもあるでしょうが、たとえやっつけられなくても相手に時間をかけさせるというところは大事かもしれませんね。さあ1勝1敗で迎える3戦目、どんなステージでしょうか。3戦目もガンガゼ野外音楽堂のガチエリアです。先ほどのような立ち回りが味方の編成、相手の編成を加味してできるかどうかというところ。おっと、北斎がいる、ローラーがいる、オーバーフロッシャーがいる、ダイスキーパーがいる。かなりこれも遠目から相手がやってくる可能性がありますから、そこを注意したいですね。さあというちょっと警戒感を持ちながら、まずはこの上から塗っていく。相手がちょっと初動は塗らせていくという感じでしょうが、ちょっとそうですね、射程が長い武器がありますから、この辺りあんまり前に行かないようにしながらスペシャルゲージを貯める。さあ裏取りをしようというところで、どうでしょうか。ガチラ確保されている中でインクを貯めながら、ここでスーパー着地、ちょっとエリアには届かないが塗れるエリアの確保ができた。さあここはどうだ、ゼンスイーパーが落とした、落とした。そしてチャージャーはチャージャーはこのエリアでは落としているか。あー、そしてここ塗ることができるかどうかという状況です。1対1オーバーフロッシャー、オーバーフロッシャーのこの動きが厳しい。いやかなりこれ塗られています。もうほとんどこのインクの道しかありませんね。そこがねかなり、オーバーフロッシャーでしょうかね、前に来ていますね。さあカウントストップ、ガジエリアは確保しました。いやーここ北斎が塗っているのがやはりこれは鬱陶しい。味方からすると非常に頼もしい北斎ではありますが、ただ今回は敵です。北斎をなんとか落としていきたい。さあオーバーフロッシャーうまく落とした。さあこれで機動力を相手添えたんじゃないでしょうか。さあここで何と1対1になっているか、落とせるか、ローラーと1対1だ、ローラーと1対1、あーっと落ちてしまった。その間にカウントは減らしていまして、ここでカウントリードを奪えるかどうかというところ。ちょっとこれで取られるとペナルティがつきそうですが、カウントストップ、さあ盛り返したいところでペナルティ31つきました。31ついている。さあ今度は相手のターン、相手潜伏しないか確認しながら、おお、ジャンプしながらまた裏を取ろうということにしているか、裏が取れるかどうか。ここから上がっていく。さあここで塗っていく、あここに北斎がいる、北斎がいる、これを落とせるか、落とした、あしかしもう1体いる、もう1体いました。デュアルスイーパー、北斎の後ろにデュアルスイーパーがいました。カウントストップされている。さあ少し相手の方がカウント有利という状況になっている中で、残り3分を切っている。さあここを塗られているのはどういう風にするでしょうかね。あここいますよ、左に、その左をかわして、まずはここでスーパーキャッチ、塗り返した、塗り返して、オーバーフロッシャー戻していくが、ただすぐに戻ってきた相手に挟み撃ち。さあガチエリア確保されました。ペナルティのカットが出る。しかしこの塗り状況は良くない。相手の推進力、圧力の方が上か、この辺りまで相手来ていますからね。相手のインクでこの辺りベタベタになっている。ここを回復させるか、それともステージを取りに行くかというところ。遠くからデュアルスイーパー、遠くからデュアルスイーパー、さあ壁に行ったところを狙われてしまった。いやーこの状況完全にオレンジの状況になっている。
いやここから打開することができるかどうか。まもなく残り2分、カウントが減っていく。残りは18、落とすことは、相手3落ち、相手3落ち、こちらしかしピンチマークがついている。じゃあこれを行くことが、カウントストップ9で止まったガチエリア確保、相手にペナルティ49。なんとかここで止めることができた。さあ今度はこちらのターン。さあこれ以上前に行かせたくないというところ、もうここが最前線です。ここでスーパーキャッチ落とした、これは大きい。相手の潜伏、そしてこのローラーと北斎、そしてオーバーフロッシャー、この辺り。さあそこだけ注意するのではなく、後ろからのジャースイーパーも気をつけなければいけない。カウントが順調に減っている中、ナイス玉が来る。これも必死のナイス玉、ここでナイス玉で相手を足止め。こちらからはどうだ、ローラーが入ってる、ローラーやられた、ローラーにやられてしまった。これを落としてほしい、スーパーチャクチ相手が来る、これを落としてほしい、落ちるかどうか。あカウントストップ、残り12、あここでペナルティーがついた。あと1分、さあ相手まだペナルティーを減らしている状況。ちょっと時間がないので急がなければいけないが、さあ相手のこの編成の中でかいくぐって、さあ裏から入っていく。ここでスーパーチャクチのゲージが溜まった。さあここで上から一気にスーパーチャクチを狙っていこうという状況。相手のペナルティーが急になったところ、さあここで中央に入ってスーパーチャクチ、カウントストップ、ガチエリア確保。さあここを死守しなければいけないこの時間帯。相手も必死にスペシャルで応酬、デュアルスイーパーを引いた。そして相手のスーパーチャクチ、さあここでしかしまだペナルティのカウントは順調に減らしているというところ。いやしかしカウントリードになるかどうか、残りは15秒というところ。さあここでナイス玉、ナイス玉が発動される。必死にエリアを取りに行っている。残りは2秒、カウントストップ、ここで取れないと延長になってしまう。さあ取れるかどうか、必死にカウントストップ確保した。残りは2秒から延長。さあここはもう守らなければ負けという状況だ。相手の動きを見ながらカウントストップ、落とした。さあスーパージャンプで飛んでくる相手がいる、スーパーチャックスで、あこれはかわされた。さあそしてどうだ、あここオーバーフラッシュを避けながらかわして、カウントストップされた、ペナルティはつけられない。後部後ろ返したいが、どうだ、ここです塗り返していく中でどうだ、塗り返す塗り返す塗り返す、あそこでローラーだ、ローラーにやられてしまった。必死にジャンプをしようとしてますがカウントストップ。相手のローラーでこちらのローラー2人やられてしまったという、これが致命的。なんということだ、必死に守っていた中でやはり相手のこの編成は強力。まあ、しかし延長までもつれ込んでひょっとするとというところがあったんですが、3戦目は非常に惜しい敗退となりました。こんな感じでストラブエッジの実況動画を毎日上げております。通知を受け取るためにぜひチャンネル登録お願いします。そして高評価もお願いします。いやー必死に守っていたんですけれどもね、あのローラーで2人落とされてしまったのが本当に痛かった。まあ、ちょっとでも楽しかったですね、3戦目はね、はい、では他の動画でもまたお会いしましょう。